してこんなに遅かったの？詳しい話聞いてもいい？いつもトラブルに巻き込まれるんだから。いや、これは巻き込まれたっていうより自分で突っ込んでいったでしょ。まんまと騙されて罠にはまってそれで抜けてこれちゃうのがキリトらしいけどさ。言葉が聞こえたんだから。どんな事情よ、死ぬかもしれない男女に人を落としておいて。これって立派な PK だよね。事情も何もあるもんですか。私もリズに賛成。キリトはしばらくホローエリアには行かない方がいいわ。よくは知らないけど、オレンジギルドの連中もいるんでしょ。こちらも大人数で行けるならともかく、行けるのは二人だけなんだから。私もあんまり言ってほしくないかな。今回の話を聞いたら危なすぎるよ。パパ、おでこにシワが寄っています。ねえ、キリト君。キリト君はどうしたいの？パパ。
ると思ったわ。キリト君のことだから。ちょっとアスナ、何言ってるのよ。行かせてもいいの？仕方ないわよ。私たちが止めてもきっとキリト君は行っちゃうし。だったらちゃんとサポートしてあげた方がキリト君の安全も確保できるでしょ。アスナ、あんたには負けるわ。でも準備はしっかりすること。それと私だけとは言わないけど、できれば誰かと一緒に探索してね。向こうに詳しいフィリアさんはもういないんだから。さすが夫婦のお二人ですね。わかった、私も協力する。それで具体的にはどうするの？あ、私ですか？でも私は敵と戦ったりは。難しくても見たものを判別するくらいならできます。もちろんですよ、パパ。ゆいちゃん、パパのことをお願いね。はい。はいはい。それじゃあ、とにかくご飯にしましょうか。お腹空いたでしょ、キリト君。それじゃあ、たくさんごちそう用意しましょうね。
話にはシステム的に説明できないことがいくつかあったのですが、テスト用の秘匿エリアです。簡単に説明すると、開発中の新しい要素を実装するためにさまざまな実験をする場所です。SAO に登場するアイテムや武器、スキルなどは実装前に必ずテストされています。その通りです。どんな小さなものでも使われ方によっては大きな不具合を招くことがありますから。システムはゲーム開始時からさらに進化をしているようです。現在の過酷なプレイ状況に応じて、より調整のしやすい形へ適応したのでしょう。私はもう少しここを調べてみます。このデータなんですけど、プレイヤーの登録情報を参照して、ホローエリアのプレイヤー ID が作られています。はい、パパ、ホローエリアにいるプレイヤーたちの行動を見て、おかしなところはありませんでしたか？はい、ここにいる人間の大多数はプレイヤーを忠実に再現した AI です。よくは分かりませんが、プレイヤーの深層心理を探り、効率よくテストすることが目的と思われます。
のテストプレイヤーとして登録されています。 AI では判別できないイレギュラーな行動、高いプレイヤースキルを要求されるテストを行うために、招かれたと考えられます。このコンソールで調べる限り、テストプレイヤーのリストにはフィリアさんのお名前が登録されていません。パパの話とここにデータがないことを合わせて考えると、フィリアさんも特殊な境遇のプレイヤーのようです。お役に立てて嬉しいです、パパ。呼んでください。